今日大体ちよ。私たちは、今日のイエス・キリストの言葉のうちに休むことができます。私たちは、私たちを愛している方よりも優れていません。私たちが、私たちを大事にしている方よりも優れたものではない。私たちは、キリストのものである。私たちは、主イエス・キリストに愛されたものである。私たちは彼と共に歩むならば決して滅びない。彼が何か自分に起こると知っていた。前もって自分が裏切られるということを分かっていたのに何もしてなかった。その歴史を変えるために、御父の御旨を果たすためにその歴史に入りました。これは神の、私たちへのキリストの愛です。つまり神の愛。逃げなかった。退けなかった。背かなかった。本当に、しもべのように、その苦しみ、その悩みに入りました。おそらくね、肉的な悩みよりも、ユダに裏切られたことは、痛んだ。きついでした。ユダだけではない。別の形で、ペテロも、そして他の弟子も同じこと。で、それは、一番きついだったと。一番難しかった。本当に痛んだと思う。私たちもそうでしょ。裏切られた時には、非常に苦しい。で、しょっちゅうあるでしょ。なんか、相手は、そうするだろうと。相手は、こういうことを考えるだろう。こういう、違います。正反対にしてしまうと。私たちの世界が、破れてしまう。私たちの感情、愛情の世界は潰れる。私たちは、私たちを使わせたものに勝っていません。私たちを愛している方よりも勝っていません。あなた方はこれらのことを分かると、そしてそれを実行すると、あなた方は幸いであると。そういう言葉が素晴らしい。どうして、イエス・キリストは、今日の福音の場面のすぐ前に弟子たちの足を洗ったしもべとして私たちがイエス・キリストにもう考えられない測ることができない愛で愛されています。彼が私たちを愛するために私たちの前にひざまずきました。へりくだった降りて私たちの一番深い罪まで降りてくださいました。で、そちらに私たちのために命をかけた。だからそのために、ユダの裏切りは大切でした。キリストの歴史は大切でした。キリストが分かったのは、あなたと私を救うために、その歴史、その出来事が必要でした。その下がる道、苦しみの道、十字架の道、痛みの、道、必要でした。変えなかった。だからそちらに入りました。そして私たちと一体となった。そして私たちを救ってくださった。前もって言って、あなた方は実行されると分かるため、信じるためです。私はこれらのことを言うのが、怒られる前に言います。それは、あなたが怒られる時には、私はあなた方に予言している全てのことが実現される時には、私はあるということを信じるため。私はある。私は神。キリストが私はあるという事実。私は神である。神の子である。御父と一体です。一つであるということを信じるためには、私たちにはただの一つの証拠があります。彼が私たちの目の前にへりくだって命をかける。みんなに裏切られて、みんなに侮辱される。軽蔑される。私のため、あなたのため。今日起こるだろう。今日、今、キリストがこの福音を通して私たちに言います。今日、私はあなたを愛するために侮辱されるだろう。命をかけるだろう。へりくだせる。へりくだるだろう。今日一日中、キリストがへりくだった時には、侮辱された時には、彼が神であるということ。そして、神であるから私たちをそのまま愛しているということを信じるようになる。前もって、キリストが私たちに言います。今日一日中、あなたが罪を犯すだろう。
他の人が罪を犯すだろう。あなたは苦しむだろう。私はあなたのために命をかける。それを惜しみなく命をかける。それが実現されたときには、私はある、私はあなたを愛しているということをわかるだろう。あなたが私に勝ったものではない。あなたが同じように生きるならば幸いである。つまり愛されたように相手を愛するならば、あなたが幸いです。どうして？あなたを受け入れる人は私を受け入れる。そして私を受け入れる人はお父を受け入れる。つまり、あなたと私のためも十字架の道が整えています。相手のところまで降りて、彼を、彼女を愛し、相手のために命をかける、その道が整えています。クリストが私たちと共にその道を歩む。私たちは彼よりも大切なもの、方ではない、優れたものではない。つまり、私たちは彼と一緒である。クリストと一体となって、彼の愛によって、教会の中で、私たちはクリストと一致となって、今日一日中、相手のために命をかける。そちらには幸せがある。そちらには幸いとなる。そして、イエス・キリストをみんなにもたらす。イエス・キリストが私たちを通してみんなに近づく。そして、私たちを受け入れたら、私たちの愛、許し、私たち自身を受け入れる人が、キリストを受け入れるということになる。そして、御父、そして天国。私たちは愛されたように、愛するように生まれたのである。今日、この一日に使わされたのであると。愛されたから命をかけることができます。すべてにおいて、仕事において、勉強において、病気において愛すること。キリストと一体となって命をかけること。私たちは幸いなものとなる。すべての人々にイエス・キリストの愛を届かせます。